これ次ぐらい出てくるんじゃん、次ぐらい出てくるの多分。あれ、あ、おったあ、おった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 なんてはしゃぎながらですね、中央道を走ってるとですね、ふと気づいたんですけど、緊急事態宣言があるんで、全部のパーキングがね、まあ、岐阜にかかると8時で閉まっちゃうんですよねというわけで中央道で飯食えませんでした。はい、というわけで結局、多賀の方までやってまいりました。いやあれでしたね、中央道は岐阜にねかかってると、岐阜にかかってるとね、どうしても全部20時に閉まってしまうというね、そういうことになってたんですよね。というわけでもう結局ね、店開いてそうなんか多賀ぐらいまでしかなかったということで、多賀までやってきてしまいました。多賀に、多賀にちょっともうどこもなくて飯来たら、ね、M さんいてましたあの今日2回目の王将2回目連れて行きますわ面会ですここに穴が開いとったらもう完全に面会ですよやっちゃいました。すいません。まあ天津飯でも食えやカツ丼はないけど、カツ丼ちゃうんですね。カツ丼はないけど、まあ天津飯でも用意するわ。オッケーよ。受給者番号入ってるんで。そうやね、受給者番号か。今日に限って持ってないですよ。どうですか。114番。はいちなみにこれあれ、清原の、あの留置所の番号やあの物落とした時とか、あの勝手に取ったらあかん。そう願いますどっかとんでもない。だからあの受験者って長いこと入ってたら、うん、一般社会出た時とかに物落としたら拾わへんらしいですね。ああなるほど、願います今日はまあ2回目の王将ということで、今からさっきねエムズさんが食べたのと同じものを今から私はいただきますケイちゃんはこれ初めての夜ご飯ですか。夜ご飯っていうかもう今日朝パン1個を食べて以来の食事です。2回目の王将いいね1日2回王将食べることっていてんすかね。おるよ、1日3食でもいけますよ、王将は。1日2王将、これ1日2王将、1日2王将、だから語呂が悪いですねはい、いただきまーす。あれ、はい、レンゲは、レンゲ乗ってないあれ、レンゲ乗ってない。またいいのよね、この麺がもうゴツゴツに固まってるこれがたまんないのよね。俺そうや、スタミナ卵とじになってんねんな今回です。卵とじな、はい、はい、はい、ありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。あー、うまい。うまいっすか。うまい。久しぶりの夜ご飯、久しぶりの夜ご飯ですよ5時間ぶりのお正月、久しぶりすぎるんちゃう。あ、これ、うん、おたがのスタミナが一番好きやねん。王将店によって微妙に味ちゃうと思うね。うん、先生なんとか。そうそうそう、天津飯どうですか。天津飯うまい、うまいここの肉うまい。あ、肉うまいですよ、それ。うん、大ぶりやねんな、この肉で。ほんま店によっちゃうからさ、ご飯いっぱい食えたんだ。なんだ、腱鞘炎になるんちゃうかな、いうぐらい。そう、重たいのよ餃子だよ、スープだよそうそう、ここのお肉は美味しいのよ。
柔らかい。ちょっと多い。ちょっと厚切りでね、ペラペラのバラ肉ちゃうしね。そうにですね、ご飯食べてなかったんですよ。食べさせてもらってまあでも今日は全然ほんまに食べてなかった。一食爆食いはあかんねんから。一食爆食いはあかんですね、うん、一食爆食いはほんまあかんねん。そういや、昼間相撲の話しとったけどさ、はい、もう終わった相撲。相撲昨日終わりですよ。終わりやんな。はい、誰優勝した？照ノ富士。照ノ富士、最後、あの本割は貴景勝が勝って、うん、同率になったんやけど、うんうん、照ノ富士が最終優勝決戦、はい、あの人、横綱だったすごいです。あのマックス下1回落ちて怪我で、ジョニーダーが落ちていた。ジョニーダー普通やったらやめようでしょ、大関から落ちて。でもあそこまで落ちてジョロブジスだろな、うん、ジョロブジは打ってんじゃん。ジョロブジかなと思ったんで、多分、うん、怪我してどこまで行ってん、まあ、大関までじゃん。多分、適当になって重量がまくいくまで行って多分、肩の卓球からかね。千と千ほどの差ですよ、そう、ジョロブジは多分打ってるで、ジョロブジは前で全部自分の手は自分で手やないか。そうや。はい、お疲れさんでございます。というわけで、荷下ろし完了してきたんですけどね、今日ちょっとね、下ろしてる時にあ、これちょっと危ないなと思うことがあったんで、ちょっとね、皆さんに、ちょっとお伝えしようかなという感じでございます。今日ね、頭の方がパレットもんで、まあ2段とか積んであったパレットもんで、で半分ぐらいがケツがバラやったんですけど、うんでこうね、大体倉庫のね、あのバースって言われる、つけるところね、で、そういうところにつけて、まずバラをバーッと後ろから下ろして、で、でちょっともうね、バースからちょっと真ん中に寄せて両方ウィング開けて、そこで、残りのパレットを下ろすというような感じだったんですけど、まあバースってね、結構前にシャッターがねあったりするんですよ。シャッターがあって、そのバースのこうね中で荷下ろしとかするような感じなんですけど、まあちょっとね、まあ真ん中に寄せて、でその時にね、まあウイング開ける時でね、結構一番後ろまで下げなかったりするんですよね。うん、まあ基本的にはで、ちょっと後ろ開けたりするんですけど、まあ真ん中寄せて、で自分の中でこうまあ開けて、でまあそう開けようかなと思った時に、まあ自分はもうウィング開けるときは絶対高さがこう全開しても上当たれへんかなっていうのは絶対確認するんですよ。まあ確認するんですけど、まあその時にね、ちょっと自分がね下がるあれがちょっと甘かったんで、ちょっと開けようかなと思ってパッと見た時に、あ、このシャッターの前のとこ当たるんちゃうかなと思ってこう回って見に行ったら、あの定ギリギリね、ちょっと当たる感じになってたんですよ。で、それでね、まあ、ああ、やばいやばいと思って、ちゃんとギリギリまで、下げて、で、ウィング開けて、まあ、なんもなかったんですけど、そういうね、2段階でやるときっていうのは、本当ね、ウィング開けるときっていうのは、ほんまね、上が何にもなければいいですけど、まあ、屋根があったりとか、まあ、なんかいろいろあるんでね、もう、後ろでボタンを押して開けるんで、前側ってね、ちゃんと気付けとかないと、結構ね、ウィング開けて、ぶち当てちゃうっていうことがよくあるんで、まあそういうのね、今から荷下ろしとかね、始めるときにウィング開けるときには気をつけてくださいということでございます。はい。というわけで今日はこんな運行でございました。ほんまでもエビの量すごいな、これな。エビすぎ。うん、エビすぎて。
リゾット、リゾットじゃないわ、パエリア、エビリアやな、ほんまにな。米とエビの比率がすごい、うん、米エビ1対1ぐらいになってるよ、これ。行ってみませんか。おー、すげえ。あんなよ、来た。うわお、ええ感じに水分がもう一面これピザじゃない、ピザじゃないよ。あ、焦げてる、あ、焦げてる、あ、焦げてるわ、焦げてる。こっちはほら、火が強いから。ああ、15分でよかったね。15分でよかったよ。お焦げができております。ああ、これ混ぜるの大変やねんけど。うわ、すげえ。どうや。うん、どう。おいしい。おいしい。やった。何覚えるて。この名前。あ、この料理の名前。うん、パエリア。パレリア、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 お願いね。はい、いただきます。すごいでかエビ。うん、おいしい、おいしい。うん、おいしいね。この辛付きのエビにアサリやる。確かに。それやったらもっとかさばってたってことやな。うん、もうここはエビの味がちょっと全然しまってる感じがするな。まあ、そりゃそうやろ。うん、だしに通して、そうそう、エビでできてる。そうね、ちょっとエビらしい味がちょっと抜けちゃってる。だからそういうのでも殻がついてたらちょっとマシなの。そうやろな。うん、めんどくさい。でかっ、めんどくさいな。でかっ、でかっ、一気にいける。これでかっ、僕買うわ。でかっ、でかいな。うん、何でもでかいな。いけるで言うたけど、量エグいわ。そうやろ。エグエグ。これはもうちょっと辛いの。そういうのもなんか。カレー粉ちょっとやな。うん、味。美味しいよ。香りぐらいじゃん。な、辛みの味はな。美味しい。うん、よかった。みーちゃん美味しく食べれてよかった。ちょっとみーちゃん救いにくい。うん。エビだって好きなの。エビも美味しいな。ウインナー入ってるか、じゃあ。ウインナーちょっと持ってていたか。うん、美味しい。うん、エビめっちゃでかいやつ。うん、あるある、いつも見たから。全国のヒゲちゃんファンの皆様、お待たせいたしました。天才ぼやっき様の登場でございますわよ。チャンネル登録しないとお仕置きだビー。